えられたテーマで研究するんじゃなくて、自分で課題を見つけて研究するとか、そういうことにこう少しでも一歩でも二歩でも踏み込めるような。本日は令和4年度の第1回目として、北九六市の皆様との対話集会をしたいと存じます。よろしくお願いいたします。〇〇かけるテクノロジーというのがテーマなんですけれども、この〇〇というのはこの社会課題が入って、それぞれが解決したい課題を現代やテクノロジーでサービス開発をしていく、今回いるメンターですね、がすごい一番僕らのが学生たちの関わる上で大事にしているのがですね、ちょっと小さいんですけど、この教えないっていうところをものすごく徹底しています。しっかりとですね、問いを準備できたりとか、気づいてもらう環境をいかに僕らの方で作っていけるかどうか、情熱を持って自分の好きなことを精一杯取り組んでいきたいというふうに自分の自己を持って考えるようになった、自分の中では考え方というか、やっぱ自分が楽しくなきゃまず始まらないなっていうの、あいつすげえじゃんっていう話のいろんな仕事がを やれることができたんですね。自分で仕事を面白くすることって大事だなと、なんかその仕事のイニシアティブを自分が握って、自分何やりたいかってすごく大事だよね。自分がやりたいようにやれるっていう、そういう環境を作って自分がやりたいことをやるっていうのはね、すごく大事です。はい、できた。はい。